こんにちは、セイクレッドグランドの YouTube です。いつもご覧いただきありがとうございます。セイクレッドグランドのシンボです。今回の動画はどういった内容かというとですね、最近なんか動画でオーリンズばっかり宣伝してるけど一体どういうことだっていうことを解説というか釈明してみたいと思います。まあ、昔からうちと付き合いのある方、まあ、バイク屋さんでもそうですし、お客様、個人のお客様でもそうなんですけれど、あんた昔から FG が一番いいって言ってたじゃないかというのは、まあ、周知の事実だと思いますが、この 1,2 年なんだかオーリンズばっかり話してるけど一体どういうことよっていうことについて、詳しくってほどじゃないんですけれど話してみたいと思いました。ですから今回の動画はそれについて進めていくんですけれど、さっき1本目ちょっと動画撮った時に FG を用意したので、それをこれが FG のダンパーなんですけれど、昔初めて FG 使ったのは自分の ZX9R C 型につけて、もう17年ぐらい前の話になるんですけど、18年ぐらい前になるんですけど、その時はまず僕がつけたのはリザーブタンク付きだったんですけれど、外見がすごいかっこいいなと思ったわけですね。そのイタリアの青、このアズーロっていうんですけど、この青のこと、青空のような青だよっていう意味ですけど、それがすごいかっこよくて、で乗ってみたらもう一発目からおお、これすごい性能だっていう風に感じたわけですね。その頃はあんまり詳しくなかったんですけれど、だけどとってもいい感じに思えたので、で FG をずっと自分には使っていて、でその性能の良さってどこから来るんだろうかっていうのを、機械的な面から、シリンダーサイズ、ロッド径、オイルシール、その他の、まあ、消耗品というかムービングパーツ、シム、ピストン、まあ、いろんなところをこう知識がないなりにですね、寸法を見たりして他と比較して、あ、これがいいんだとかっていうことが分かってきたわけです。まあ、その中で一番大きかったのはやっぱりトップアウトスプリングといって、ダンパーが伸びる方向の時に作用するスプリングが入っているっていうのが相当大きくて、それが FG の場合は寸法が許す限りはツインショック、モーショック問わずほとんどもう 90% 以上の割合で入っているっていうことがあって、でそれですごい性能がいいと。でピストンもでっかい、でっかいっていうかですね、まあ有効面積的に大きいって意味で、すごく性能高いし、とってもいいなと思ってました。でその時点4、5年前までは正直オーリンズはそんなにいいと思ってなかったんですね。で思ってなかったというか、実際に対して良くなかったと思います、 FG と比較して。でそれはさっき言ったそのピストンの有効、まあ、原子力が発生するための有効面積とか、ロッドの径とか、オイルシールとかっていうことなわけなんですけど、それがこのここ5年ぐらいから結構変わってきて、オイルシールもX リングっていう仕様からパッキンタイプに変わってきた。この X リングとかパッキンタイプっていうのはネットで調べればすぐ出てくるんで、興味ある方は調べていただきたいんですけれど、それによって動きが大きく変わってくる。で耐久性も良くなるし、動きも良くなって耐久性も良くなる、性能も上がってくる。減衰力を発生する部分は、まあ変えられる部分は変えてきて、変えられない部分があるんですけど、そこはまあ仕方ないとはいえ、でもできることはやってきて、で14、5年前 CBR の954から 1000WR に変わる頃の、アッパーグレードっていうかですね、レース仕様と呼ばれてたものが TTX っていうツインチューブに変わって、でそのツインチューブに変わってしまったので、俗にこのモノチューブって呼ばれるタイプが旧型になってしまったんですけれど、現行の例えば MT0707 とかに使われてるこういう見た目のダンパーは、開けてみると CBR の954とか 1000WR の初期型に使われていた15年ぐらい前の最高峰クラスの部品が今普通のダンパーとして使われているっていう、まあ、それだけでもいいんですけれど、じゃあオーリンズ何が一番いいのかなって、性能面で上がってきたのかなっていうと、やっぱりシリンダーが鉄からアルミに変わったっていうことで、その鉄シリンダーよりもアルミシリンダーでアルマイトがかかっていて、まあ、コーティングってことですけど、そのコーティングがすごく摩擦抵抗少なくて滑らかに動く、
これはですね、フロントリア問わず最近のオーリンズの傾向としてありまして、それは本当にいいなって思っています。まあ、もちろんアルミシリンダーを採用したメーカーはたくさんあるんですけれど、でアルミシリンダーだったら絶対いいのかっていうと、そういうわけでもなくて、まあ、どこがっていうわけじゃないんですけれど、まあ、どこがって本当はあるんですけど、まあ、それはあえて伏せるということで、オーリンズはアルマイトがすごい質が高くて、まあ、何万数万キロじゃへこたれないって感じで、私が実際開けてみた限りだと、ツインショックでは8万キロ9万キロぐらいからアルマイトが薄くなって、あ、ちょっともう剥がれてきてギリギリだなっていう感じで、10万キロはさすがに持たないかなってぐらいなんですけど、じゃあ鉄シリンダーってそんな持つのかっていうと、アルミみたいにアルマイト剥がれたら摩耗が急速に進行するっていうわけではないんですが、やっぱり日増しに徐々に広がっていくっていう形なので、まあ、鉄シリンダーが別に10万キロ超えたから急激に減るってものでもないんですが、まあ、アルミと比較して長持ちするかって言われたら別にそういうわけでもないなっていう、ならば軽量で滑りがいいアルミシリンダーは非常に価値があって、まあ、実際乗ってみるとその動きの滑らかさっていうものがよくわかるので、まあ、いいなというふうに思いました。で、フロントフォークについても特にカートリッジキットの高性能化、昔の、ドカティ916系からまあ30万円アフターの30万円フロントフォークが始まったと思うんですけれど、あの頃は見た目が金なだけで内部の性能は正直今一歩というか、まあ、作り変えていけばすごい良くなってはいくんですけれど、30万で買ったフロントフォークに20万30万突っ込む人がいるのかっていうと、やっぱりそうそういないわけですね。ですから硬い柔らかいでバネだけ合わせるっていうパターンが多かったんですけれど、それがまあこれは分かんないですけど、想像ですけれど、メーカー純正、まあ、ドカティなりその他ヨーロッパメーカーでヤマハホンダがメーカー純正で採用するようになってくると、やっぱり大量生産すると価格が大幅に下がるっていうところもあって、やりたいことができるようになってくるっていうことが影響してるのか分かんないですけど、まあもう全然違う品物になってきたなと。この5年ぐらい10年前15年前と比較すると、今のオーリンズのレベルはレーススペックだったら当然元から良かったかもしれないんですけれど、市販車レベルでもすごいレベルが上がってきて、あのその他のメーカーと比較するとちょっと一歩か二歩か抜きに出てしまったなという感じがしてます。だからじゃあ FG はなんで最初から私は売ってたのか、これを強く売りたかったのかっていうと、性能がいいからっていうことでこのメーカーを推してたわけですね、強く。でもそれがオーリンズの方が性能が良くなってきたとなると、お客様にとって一番あの良い選択肢は 何であろうかっていうふうに考えた場合、オーリンズという選択肢が一番最良だというふうに考えるわけで、今はどちらかというとオーリンズをよく進めているということになっています。でも FG でもメリットがあるのかって言ったら、それやっぱりあって、それはですね、あんまり言い方よくないんですけど、その価格面にあるかもしれません。で、価格面ってあんた FG 高く売ってんじゃないのって話なんですけど、このダンパーでうち FG あの届いたら分解して組み付けていろいろと手間かけるんで、普通に買ったらイタリアからそのユーロで買ったら送料込みで 7,8 万するかなって感じなんですけど、まあ10万円はしないダンパーなんですけど、まあ届いたのそのままなかなか売れないんですね。あの寸法が合わないだとか、あの設定が違っちゃってるとか、だから全部分解して安くても15、6万円からって形で売ってるんですけれど、逆に設定のない車両を作っていく場合は割と安くできるんです。それはやっぱりイタリアから届く、まあうちが直接輸入してるってことで、部品をその業者さんかませないっていうところから、あの価格が安いとかで、あの自分のところで あれやこれや手配できるので、まあ、制約もないので、あの違う車種に転用することがやりやすいっていう面で、まあ、最高峰の今最高峰って言われてる FFXT っていうのがあるんですけど、それなんかでこの前 SP1 作った時は30万円ぐらいでも、オーリンズの TTXGP はあの新品価格が20万円で、それをエンドアイとかブラケットとかあの作り替えていくと、やっぱり30万円部品単体で
買っていくと結構高いんで30万円は余裕で超えちゃうかな、どうかなって感じなので、まあ、そういった面ではワンオフしてって作り込んでいく場合は結構いい選択肢になる、なるんですね。それを考えて普通に製品ラインナップがあるものはオーリンズ買えばいいんじゃないんですかっていうところと、設定がない品物を作り込んでいく場合は今言ったような FJ 選ぶと面白い。でもツインショックでちょっと今度実験してみようと思っているのが CB1300、 この車両で当社の、うちのお客さんで CB1300 スーパーボールドールの人がいて、その方は FG ついてるんですけど、ついてるんだけれど、その車両にオーリンズ のグランドツインっていう一応現行の最新型のショックを買ってみて、でその直接比較っていうんですかね、その日のうちにポンポンと付け替えて、まあ性能的に理解できたらその日のうちか、まあ翌週か翌日かでもいいんだけれど、減衰特性を組み替えて、でオーリンズの方をもっとこう詰めてやってみる。でその今ついてる FG はかなり何回か仕様変更していいなってところまで持ってってるので、じゃあそれにオーリンズを直接ぶつけたらどういうことが起こるんだろうか、乗り味の面 でそういうのを見てみたいなっていうのがあって、でそれでうちが FG 売ってるから FG のが良くないくなっちゃったら困るからできないっていうんじゃなくて、やっぱり自分自身の興味として売るとか売らないよりも性能が高い方はどっちなんだろうっていうのを知りたい、まあ、それが一番なので、まあ、私の考える一番性能の高いメーカーは FG かオーリンズ、まあもちろん他のメーカーあるの分かってるんですけど、僕自身の目から見てこのメーカーが一番バランスが良さそうだっていうのがその今言った2つのメーカーなんですね、 FG とオーリンズで、これを直接比較してまあ動画というか可能ならばその走ってるところから、まあ、乗った人間みんなで座談会的なことして、で実際どうなんだろうかっていうのを、まあ、検証っていうんでしょうかね、まあ、それやってみればすごい面白くなるんじゃないかなと思っているので、それはですね予算のこともあるし、あとメーカーというか代理店さんに在庫があるかどうかってこともあるので、それを踏まえて夏前、まあ、1ヶ月か2ヶ月の間でそういうことできたら面白いなとは思ってるんですけど、そういうような企画も考えて、で本当にいい性能ってどっちなんだろうか、投射費的な感じで、まあ、体感としてってことなんですけど、それを調べてみようと思ってます。まあ、そういったわけで、今回の動画は一体何の話だったかっていうと、なんで最近オーリンズ売ってんですか、売ってるんですかっていうことをちょっと話してみました。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。動画の内容は理解いただけましたよね。わからなかった？それなら100回はこの動画を見て理解を深めてくださいね。声のナビゲーターは柳でした。また次の動画で待っていますね。After all.